スイス航空はかつてスイスを拠点として活動していた航空会社であるスイスのフラッグキャリアでもあった。堅実な経営や高い安全性から口述するように空飛ぶ銀行の異名を取ったが1990年代後半の積極経営政策があだとなって経営が悪化し2001年のアメリカ同時多発テロによる航空需要の落ち込みも 打撃を与えたことなどから、同年10月2日に経営破綻した。その後、2002年4月1日に、旧地域市会社のクロスエアが、スイスインターナショナルエアラインズに社名を変更し、スイス航空の路線、飛行機、スタッフのほとんどを承継した。現在、スイス航空グループは、現在も存続しており、生産中である。なお、スイスインターナショナルエアラインズは2005年に、 ドイツの航空会社ルフトハンザーに買収され、2021年現在もルフトハンザーグループの主要航空会社として運航している。サイナーグループ各社スイス航空は1931年、アドアストラエアロとバルエアの合併により設立された。1933年には欧州の航空会社としては初めてとなるスチュワーデスを採用し、翌年には 欧州発となるダグラス d c 2を導入した。第二次世界大戦中は他国の航空会社同様大半の路線を救出せざるを得なくなるが、ドイツとの間の国際線は1944年末まで飛ばし続けた。戦後は復興需要も合わさって躍進を遂げ、1947年にはスイス政府が株式の30%を取得し、 ナショナルフラッグキャリアとなったほか欧州の航空会社としては、初となる大西洋線を開設する。以後、1954年に南米線を、1957年に南回り、ヨーロッパ線として羽田線を開設するなど、順調に路線網を拡大していく。やがて1970年代初頭より、その堅実な経営や高い安全性から、 スイス航空は空飛ぶ銀行と呼ばれるようになった。その後も順調に発展を続け、1980年にネスレと合弁でスイスホテルを設立、ホテル事業に進出する。その後1990年にネスレとの合弁を解消し、スイスホテルを買収。1991年には地域航空会社のクロスエアを事実上参加に置き、1992年、 クロスエアやオーストリア航空などとの共同マイレージサービス、クオリフライヤーを開始する。この他にもチャーター航空会社のバルエアを参加に置いた他、ほか経営多角化路線を取り、1997年にはグループの統括持ち株会社としてサイナーグループを設立するとともに、その下に航空事業、リース事業などを統括するサイナーラインズ。 空港サービスや航空機メンテナンス事業、IT サービス事業を統括するサイナーサービス、航空貨物など物流事業を統括するサイナー、ロジスティクス、ホテル事業やレストラン事業などを統括するサイナー、リレーションズの4つの持ち株会社を設立し、関連会社と共にその参加に入った。一方、1990年代に、 航空自由化が進展した社との競争が激化して、いくと、規模的には、他国のメガキャリアに一段を劣るスイス航空は、他社との航空連合形成で生き残りを図ろうとする。そして1996年に、デルタ航空、シンガポール航空と提携者初の世界規模の航空連合、グローバルエクセレンスを形成するが、3社ともそれぞれ、 スター・アライアンスやワンワールドなど他の航空連合に加盟する航空会社との提携を個別に始めてしまったため航空連合として成熟する前に事実上空中分解してしまった。またこれに先立つ1993年にはオーストリア航空、KLM オランダ航空、スカンジナビア航空とともにアルカザールと呼ばれる航空連合を結成しようとするが 各社間で折り合いがつかずに、この構想も頓挫することとなった。そこで1990年代後半、スイス航空はアメリカのコンサルタント会社マッキンゼーとともに、ハンター戦略と呼ばれる経営戦略を開始する。これは、大手他社との提携ではなく、他の航空会社への出資や買収によって、自社のシェア拡大を目指すことを目的としたもので。 この戦略に基づきサベナベルギー航空を皮切りに、アム、フランス航空、ロットポーランド航空、TAP ポルトガル航空などヨーロッパの中、小航空会社との資本提携を次々に行い、これら資本提携した航空会社群やオーストリア航空と共に、マイレージサービスに過ぎなかったクオリフライヤーを航空連合、クオリフライヤーグループへと発展させ、スイス航空はその名手となった。 しかし、この積極的な経営戦略が、結果的に、スイス航空破滅の要因となった。1990年代末頃から、サベナベルギー航空やアム、フランス航空など、ハンター戦略によって参加に収めた、航空会社の業績が急速に悪化し、スイス航空の経営にも悪影響を及ぼし始める。その最中の1998年、 スイス航空111便墜落事故を引き起こしたことで顧客離れを招き、さらにこの事故による遺族への莫大な賠償金を支出せざるを得ない状況が加わったことで、スイス航空の赤字はさらに加速する結果となった。この状況下でもなお、スイス航空はハンター戦略を継続しようとしたが、経営陣が更迭されたことで、ハンター戦略も終焉を迎えた。その後、 ネスレなどから経営者を招聘して、スイスホテルの売却や、参加の航空会社から出資を引き上げるなどの手段で、経営再建を図ったが、うまくいかず、そこへ2001年のアメリカ同時多発テロ事件で、航空需要が落ち込み資金繰りが悪化したことで、自力での再建を断念。UBS やクレディスイス主導の元クロスウェアに、大半の路線を承継させ、 スイス航空を生産する再建案が策定されるが、同年10月2日、クロスウェア株の売却資金の振り込みが遅れたことで、資金ショートを起こして経営破綻し、全便の運行を停止した。その後、スイス政府によるつなぎ融資により運行を再開。当初の予定通り、クロスウェアに路線網の大半都市産を引き継がせ2002年3月31日に、 スイスインターナショナルエアラインズとして運行を開始させた。そして翌4月1日、サンパウロ初チューリッヒ行きスイス航空145便の到着をもって、スイス航空はその71年の歴史に幕を閉じた。なお、スイスインターナショナルエアラインズは2006年にスターアライアンスに加盟した後、2007年にルフトハンザードイツ航空の参加に入った。現在は、 ルフトハンザグループの主要航空会社として、子会社のエーデルアイス航空と共に運航を続けている。スイス航空は、中華民国への路線のみを、他のヨーロッパの航空会社と同様、スイス航空アジアと別会社を装って運航していた。通常の垂直尾翼は、スイス国旗をイメージしたものだが、スイス航空アジアはスイスを示す漢字の隋が描かれていた。 ボーイング製航空機の顧客番号は57だった。スイス航空の機材はダグラスエアクラフト及びその後継であるマクドネルダグラス製の機体が多かったが、後年はエアバス製の機体も導入している。ありがとうございます。